うまいもん TV。 うまいもん TV、 和歌山県リポーターの開始です。今日はですね、新宮市の有名な早玉神社の前にある川原家横丁の中にあるたこ焼き屋さん、村たこさんにお邪魔したいと思います。それでは行ってみましょう。すごい美味しそうですね。そうですね、もう種類とかってどれぐらいありますか？種類の家庭とかですか？これが全部種類になる。すごい多いですね、うん、まだ下に、下の方に入ってます。一番おすすめは？おすすめはね、今新しくできました、はい、お取り込み中っていうメニューがあるんですよ。そんな、はい、すごい珍しいです、はい、お取り込み中なかなか鶏ですか？うん、すごいですね。鶏煮込みなんです、はい、鶏煮込みだから鶏煮込み。こちらがですね、お取り込み中というすごい面白い名前のたこ焼きです。いただきます。塩コショウがすごい合ってます。なんか昔の味っていうか、新しい昔の味みたいな。美味しいです。ここのロケーションもすごく良くて、昔の町の一角を改装してできたこの川原家横、すごい中がホクホクして外はパリパリで、本当にマヨネーズとネギの胡椒と相性がすごい良くて、鶏の旨味もすごい出てて、すごい美味しいです。中見ますか？鶏がね、すごい意外ですよね、たこ焼きの中に鶏って。本当に外でこうやって食べれるのは、新宮市は本当に自然が豊かなんで最高ですね。ぜひ村たこさんに行って、このいい景色で最高な気分でこのたこ焼き食べてもらいたいです。ものすごい美味しかったです。このロケーションは本当に新宮市しか味わえないと思うんで、ものすごいいろんな種類、面白い名前のたこ焼きがいっぱいたくさんあるので、ぜひ新宮市に来た際はこの村たこさんでたこ焼きを食べてください。うまいもん TV、 和歌山県リポーターの開始でした。ご視聴ありがとうございます。次回のお店もお楽しみに。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。こちらにですね、うまいもん TV のロゴを貼っておきましたので、そちらをクリック、ぜひクリックしてください。あとですね、こちらに関連動画も載せてありますので、ぜひお願いします。